はい、こんばんは、ムームーと申します。遅れて申し訳ありません。それでは、早速始めていきたいと思います。はい、改めましてこんばんは、ムームーと申します。この配信では NHK で放送されたテレビゲームを題材にした教養番組ゲームゲノムで取り上げられたゲームタイトルをプレイしていきます。第11回となる今回は、猫の日も近いということで、ストレイをプレイしていきます。本作は2022年7月19日に発売されたアドベンチャーゲームです。パソコン、プレイステーション4、プレイステーション5で発売されました。現時点では Xbox 版、Nintendo Switch 版の発売予定はありません。本作はフランスのゲームメーカーブルートゥエルブスタジオが開発してアンナブレナインタラクティブが発売しました。ちなみにこのブルートゥエルブスタジオという会社は、人間のスタッフよりも、そのスタジオで飼っている猫の方が、数が多い、スタジオだそうです。サイバーパンクキャットゲーム、サイバーパンク猫アドベンチャーと称されている本作ですが、タイトルのストレイは、野良猫の意味もありますが、本作品では、家族からはぐれてしまった迷子の意味であるとされています。というわけで今回は、PS4 版の方でプレイをしていきます。では、ゲーム始める前に、設定を確認しておきます。ゲームプレイ振動ありとかこの辺はまあ標準の設定のまま日本語で、プレイ可能ですね。でオーディオ設定、音楽を少しだけ下げてあります。でそれから、コントロール、この辺も感度とかは、また、後ほど必要であれば調節したいと思います。で、あ、純子さんこんばんは、ようこそ、いつもありがとうございます。ちょっと、スタート遅れてしまいましたが今日はストレイ、猫の日にちなんでというわけでもないんですけども、ストレイをやっていきます。はい、じゃあこれで、ゲームをスタートします。猫好きにとってはもう本当にたまらないゲームだそうですね。はい、でスロット1のこれでゲームをスタート。あ、もういきなり癒されますね。猫たちがたくさんいます。この子たちはみんな野良猫なんですかね。でここからもう動かせる。はい、 R スティックでカメラの移動。おお、かわいい。これですね、なんかパソコン版では、まあ、今私が、プレイし始めたのは、プレイステーション4版なんですけれども、パソコン版ではその、この猫のこの、模様といいますか、これをですね自由に変えられるモッドがあるらしいですね。でなんか自分の飼い猫をそっくりに見た目を変えて見た、それでプレイされてる方とかもいらっしゃるようです。まあ、そういう意味ではパソコン版もすごく興味を惹かれるんですが、まあ、今回は PS4 版。三角ボタン、あ、なんかじゃれてるじゃれてる、尻尾でじゃれてる。あ、いいな、もうここでもうしばらく過ごしていたいって感じの。かわいいですね。まあ、なんかストレイはすごく話題になったゲームなんで、発売当初からねいろんな方が配信をされたみたいなんですけど、まあ、そういう意味ではやり尽くされた感もあるかもしれないですけど、まあ、ちょっと私なりの遊びをやってみたいと思います。かわいいかわいい、もう
ここでいい、もうここで過ごす、ここでもう冒険行かなくていいって感じ。主人公の猫は三毛猫なんですね。私が昔飼ってた猫も三毛猫なんで、野良で拾った、野良猫を拾ったんですけど、あ、生まれたてのところ捨てられてて。あ、カラスホームさんこんばんは、ようこそ。このゲームはクリアもまでプレイされた。あ、そうなんですね。いやー、これはもう本当に猫好きにとってはたまらないゲームですよね。で、まあ、もともと、順番的に今日、今週、このゲームゲノムではストレイやろうかなと思ってたんですけど、考えてみれば、来週2月22日が猫の日ということで、まあ、タイミング的にもなんか、まあ、ちょうどいい感じになったかなという気はします。さあ、一通りじゃれあったら、なんかもうストーリーは進めないといけないみたいですか。あ、JP さんこんばんは、ようこそ、いつもありがとうございます。今日はストレイを初見プレイしていきます。あ、雨が止んで、で、これがインサイドウォール、ステージっていうかエリアの名前ですか。壁の中、壁の内側。たまんない。もうこれ本当にたまんないゲームですね。本当に癒し系ですね。ん？え？もう動かして大丈夫？ついていこう。にゃーと鳴くには丸を押す。ん？鳴くと？なんかみんなが振り向いてくれる。あ、みんなが泣いてる。あ、嬉しい。反応してくれてる。で？バツボタンでジャンプ。上からバツボタンでジャンプ。ここなんかありますよ。三角？あ、爪研ぎか。R2 と L2。R2、L2。うわぁ、むちゃくちゃ嬉しい。爪研ぎね。帰りましたよ。猫飼ってた時に、あの段ボールの爪研ぎのやつね。もうひたすらかい、あの、爪研いでましたけどね。無心に思い出しますね。よし。で、こっちはもう何もないですね。こっちに行く。あ、水飲んでる。爪研ぎ用の段ボールと、それから猫の砂ですよね。飼ってましたね。というか、本当になんか生まれてすぐの子猫をなんか段ボールに入れて捨てられてた。うん、このゲーム2022年のゲームオブザイヤーにインディーズで一つだけノミネートされてます。あ、ですよね。それだけ評価は高かった、だと思います。はい。猫の砂とかも飼って、で、なんかその自分が飼ってた猫は、本当に生まれて間がないぐらいの猫が、段ボールに、入れて捨てられててですね、それを拾ってきたんですけど、なんか教えなくても、ちゃんとトイレで、砂のところで、用を足すようになってですね、なんか、
賢いのかそういう習性なのかよくわかんないんですけど、よっよっ、これは本当になんか猫と飼ってた飼い猫との思い出が蘇る。いろいろと今頭の中をいろいろ思い出が駆け巡ってますけど、お猫の時は本当に可愛かったですね。まあ大きくなっても可愛かったんですけど、これでよっ、なんかここも乗れる？ここも乗れる。よっ。ん？ここは？なんか扉がありますよ。入れない。スタッフオンリーみたいな。連続ジャンプは？罰を長押し。おー、やるじゃないですか。で、よっ、ん？ここは？あ、ここ渡れない。んで、よっ、さて、猫はですね、大学生の頃に大家さんとかに隠れて飼ってたんですけど、盛りがついた時にですね、すごい大きな声で鳴いちゃうのがね、ちょっと、それでまあ、もうバレちゃったと思うんですけどね。まあ、言われなかったですけどね。ちゃうんですね、みんなと。ああ、なんかみんなが心配そうに見てるけど。ああ、なるほど。そういう展開。うわ、かわいそう。これで、まあ、最初にも言ったように、ストレイというこのゲームのタイトルの意味ですよね。まあ、世間一般的には野良猫っていう風な意味で使われるみたいですけど、まあ、このゲームの場合には、そこに、まあ、迷子っていう意味合いを持たせてるっていうことだそうなんですけど、まさに一人だけ、あー、かわいそう。はぐれちゃった仲間と。なんとか起き上がった。あれ？こっちは？
なんかある？これ乗れるだけ。これ何ですか？買い物カートみたいな。中にマネキンみたいなのがあるけど。何なんでしょう。実は、これは、このゲームはなんか、その、収集要素的なものはないんですかね？まあ。くまなく、フィールドくまなく探して収集アイテムを見つけなさいみたいなのはないんですかね。ああ、本当によくこの、なんかこう猫の歩き方とか、ちょっと他の今までのいろんなゲームの猫とは一線を画した感じがしますね。さあ、この下をくぐって、間を、すり抜けて、あ、トロフィー獲得。で、デッドシティ。デッドシティっていかにもなんか恐ろしい名前の、ここですけど、ネズミ？よっ。よっ。お腹空いてるんじゃないですかね。どうでしょう、どれぐらい気を失ってたのかわかんないですけど。ここはネズミを食べないと。どこだ？ここから？これ越えるのかな？あ、なるほどなるほど。あ、監視カメラ。監視カメラ。えい。監視カメラに映ってる。ああ、これなんか、ああ、やっぱり、自分で操作するとまた楽しさも一段と、違ってきますね。なるほど。最近プレイステーション、ね、監視カメラすら手なずける可愛さ、はい、可愛いですよね。実は最近っていうか、まあ、ちょっと経ってますけど、最近、プレイステーションプラス、プレミアムに、アップグレードというかしたんですけど、まあ一番、それで一番楽しみだったのは、このストレイがプレイできるっていうことだったんですけどね。よし。あ、なんか、ロボが倒れてる？これなんだ？よっ、そっち行くか、こっちか、で、こっちか、ああなるほど、で、こっちかな、で、こっちか、ああほう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 、なるほど、楽しい。フォローミー、フォローミー。でも人間の言葉わかるのかな？よっ。ん？なんかありますよ。ん？なんか缶を加えた。缶を加えてどうするんでしょう。ん？ここは？これ登れないですよね。っていうことは、あ、はい、ミスターエドワードあ、エドワードさんまた見に来てくれた。トゥデイズゲームイズストレイ。
さて、これは捨てるしかないのかな。いや、どうなんだろう。よ、捨てる？よ、乗った。乗りましたよ。乗りましたけど、あー、なるほど。そういうことか。この回転止めなきゃダメでしょ。そんな、あー、ちょっと、I'm going to stay, don't worry. ん？ストレイ？あ、なんか、ギャグ、ツッコミをされてるのかな？あれ？これ、これを持って上に上がって、で、上に上がれる？あ、上がれた上がれた。で、ここで捨てるんじゃないですか？あ、違う違う。もう一回持って、もう少し前に行って捨てる。で、これで、ミスターエドワードは、Do you know this game? Stray. 今度はスマートキャット。Yes, yes. え、これはなんだ？これは下に落とすの？あ、これ落として、そろそろなんかゲームっぽいことを。ゲームっぽいことをやらされ始めた。ましたね。よし。で、で、これで、全部落として、こっちへ行ける。今度は上に上がる。で、このまま上に上がっていく。あー、なるほど。で、猫の、なんか、本当に身軽さを、うまく表してますね。あ、これ、これ、台で使うのかな？いや、台にはできないんだ。下に落とす？あ、割れた！へぇ、なるほど、なるほど。で、これでじゃあ下に降りて、で、で、これで入っていく。またフォローミー。ミスターエドワードは、ね、犬派なんですかね、猫派なんですかね。どうでしょう、聞いてみましょうか。ん？私はまあ犬も好きではあるんですけど、やっぱり猫が好き。あ、なんか昔のテレビ番組のタイトルになった。これで、あ、またここで爪研ぎ。うわ、嬉しい。この爪研ぎが、あの、体験できるっていうか体感できる。 R2、L2 で実際に自分が動作して、自分がこれを、ね、爪研ぎを、あの、猫の気持ちになれるっていうか、すごい嬉しい。あの、自分が飼ってた猫もなんかこんな気持ちだったのかな、みたいな。なんか、本当に無心にできる。いつまででも。そんな感じがします。これは？こっち行って。あー、なるほど、なるほど。これで、ここ降りて、ここ通っていって、今度は何でしょう？あ、水飲むんだ。水、喉乾きますからね。水飲みますね。で、餌は餌。それよりも、お腹空いてるんじゃないですかね。早くなんか食べさせてあげたい。これに乗る。おー、で降りる。あー、面白い。それも餌、
でさ、私は自分が飼ってた猫には乾燥のポリポリした餌ばっかり与えてましたね。缶詰のやつはちょっと高級な餌を与えると癖になっちゃうんで、もう安めの餌ばっかり与えてましたけど、大学生であんまりお金もなかったんで。これでチャットシミュレーター、ああイエスイエス、なんですか今のは、これ何何、びっくりした、ん、恐る恐る、ああなんか動かなくなっちゃいましたよ。それよりもこういうのをこう開けて中から食べ物とか出したりはしないんですね。そういうのはできないんだ。これでこっちかな、よし、でかわいい、あカットシーンになりましたね。なんだなんだこれは、警戒してる、走るには R2 を長押し、あなんか追いかけられる、追いかけられてる、なんか追いかけられてる、追いかけられてる、あーなんか食べられちゃう、逃げて逃げて、こっちじゃないこっちじゃない、どうだ、あーちょっと、あーええー、嘘、リトライ、スーパーラッツ、あー死んじゃった、なんかネズミに食われた猫みたいな、あーいきなり、ダッシュ、うわー、どっち、そっちは行き止まりだった。こっちだ。ああ。うわ、なんかいっぱい来てる。いっぱい来てる。逃げて。こっちかな、どっちかな。今、右にもコースがあったような。痛いです。痛いです。あ、一応矢印が出てるけど、よ、逃げろ、あ、危ない、結構敵がしっかり敵、うんですね、ムーブアラウンドモア、あーなるほど、にゃーと鳴くには、ん、あ、なんか反応してる、こっちに行けって出てる、それも餌食べさせて、なんか餌食べ物は消えた、どうだ、いけ、こっちか、よっ、あ、これ連続ジャンプってやつかな、違うな、こっちに降りて
こっちは、あ、こっちに降りるのかな。で、こうかな。こうか。なるほど、なるほど。よっ。あっと間違えた。これをそんな賢いな、賢いですね意外と。んー、なかなかリアルな感じの背景ですけど、これはどっちだ、どうでしょうね。上に上がる、で中入る。いや、これが猫の視点の高さなんですね。自分の飼ってた猫もこういう視点の高さで見てたんだと思うと、なかなか感慨深いものがあります。これ中入ってこうかな、こうでしょ。で、あ、なんか電気が反応してるけど、これでこうだろ、こうですよね。で、こっちへ渡る。すごいな、大冒険ですよねこれ。いやー、これは楽しい。いや、これ本当にゲームオブザイヤーにノミネートされたのも納得っていう感じで、まだね、初めて30分ぐらいですけど、もうこの、なんていうか手触りというか、おーおーおー、戻った。あれ、行く方向、進行方向としては、どうだ、あれ、一瞬今これで、ああ、なるほどなるほど。かわいい、この体を伸ばした。よし、行きましょう。よっ、楽しい。よっ、登って、すごい。こっちに渡るか、こっちかな。あー、これは明かりがつくだけじゃなくて、こう進行方向もこの明かりが教えてくれるような感じなんですかね。よっ。これでどんどん上に上がっていけばいいのかな。よっ、よっ。これ入れないし、人間じゃないから扉開けれないし、ここか、隙間だ。なるほど、人間だったら通れないけど、猫ならこの隙間を通れるわけですね。で、またなんか回ってますね。これはなんかマークが出た。あ、賢すぎるんじゃないですか。
アパート到着。かわいい。これはあれですかね、一度クリアしたら猫の、あの模様っていうか見た目変えたりとかもできるんですかね。黒猫が好きな人、白猫が好きな人とか、結構猫好きの中でも好みにはいろいろ分かれるかと思うんですけど、変えれるといいですよね。その、まあ、パソコン版はモッドでなんかいろいろいじれるとかっていうのは聞いたことあるんですけど、なんだ？あ、止めた。こっちから来ましたよね。ん？助けてください。助けてくださいって今出てます。出てます。気になりますが、とりあえず爪は研ぎます。爪は研ぎます。気持ちいい。助けてください。あ、キーボード打ってる。あ、なんかありがち。猫がキーボードに乗っかって、勝手に入力されてる。文字入力されてる。そして開いた。ドアの向こう、電源オン、ボディ探す。あ、これ、あ、自分がちゃんと踏んだら、あ、面白い。これよ。これなんかトロフィーとかありそうな感じですけど、ないのかな。ボディを探せ、ドアの向こうで。ここ？ドアの向こう、電源オン、ボディ探す。ドアの向こう。ここは？上登れない。こっちから来ましたよね。ドアの向こう。こっちか。こっちかな。なんだろう、これ研究室みたいな。なんでしょう、これは。これはモニターには映らない。監視カメラ。そんな。なんか取った。監視カメラ。これをここかな。あ、ついた。こういうことか。監視カメラ。そして、ここにもう一個ありますね。これを外して、ここにはめるのかな？で？あ、これを全部4つある。4つつけなさいよっていうことですね。じゃあ、探さないと。あ、これ？これ今、あ、ボタン、の印が出た。よし。これで、ここはめて、あ、ダメ。これで3つ目。
で、あともう一個探さないと。ん？ここ上がれる？あ、あった。また。あ、か、防犯カメラがなんか反応する。今、丸ボタンで泣いてるんですけど。かわいい、防犯カメラが。防犯カメラじゃない、監視カメラか。監視カメラが反応してる。電源入りましたよ。あ、なんか隠し扉が出現した。面白い仕掛け。うん、なんだ？いやー、自分が飼ってた猫はここまで賢くはなかった。なんかまあそこそこ賢いんじゃないかなと飼い主なりには思うんですけど、ここまでは賢くないでしょうね。これは、あ、なんか人、ん？ロボット？これロボットですか？こっち行ったらなんかある、なんかある。落として、これをなんだ、段ボールか、段ボールか。あ、なんか入ってる。これをどうすんだろう。こっちへ持ってくるのかな。ここ、矢印が出てる。ここに置けってことか。なるほど。何ですかこれは。手を出さずにはいられない。あ、また起き出した。ん？なんか何語？うまくいきましたね。助かりました。ありがとう。デッドシティに猫がいるなんてカメラがおかしいかと思いましたよ。ああ、自分の名前が思い出せません。記憶領域が壊れたようです。長い間電子ネットワークの中に閉じ込められていました。ここにいた科学者のもとで働いていました。私のことは B12 と呼んでください。私のボディにそう書いてありますので。あ、カメラ動かせる。デッドシティは危険なところです。でもあなたはうまくやっていけそうですね。ここを出ましょう。ついてきてください。これは猫にわかる言葉で喋ってるんですかね。あのキーでドアが解除されます。よく覚えています。あ、キーね。鍵。やって差し上げましょう。キーを。そうです。バッテリーがもうなくなりそうです。いきなりこちらに来てください。これをつけてください。なんか重荷を背負わされた。重そう、重そう。そんなすごい重そうなんですけど。このバックパックはあなたのような小さい四足歩行の動物用にデザインされています。いやいや、重いでしょ。
背中に馴染みませんか。はい、ご心配なく時期になれますよ。キーをデジタル化してバックパックに入れました。持ち物を確認するには十字キーの上を押し、これメモリ、うん、その調子です。何か気になるものがあれば私に見せてください。または近くの誰かに見せてください。そろそろここから脱出しましょう。いや、その前にとりあえず爪とがしてほしい。そし爪とがしてほしい。これいつまでもできちゃいますね。私多分やってていいよって言われたら30分ぐらいでもやっちゃいそうな気がします。爪とぎ気持ちいい。あ、猫の気持ちになれる。で、あ、こっちか。開く。使用アイテムを選択。アイテムを使う。ライトの明かりを使うには十字キーの左を押す。おお、明るくなりました。こっちかな、じゃあ。あ、ペンキが。こっちは、あ、あ、こういうのもやらせてもらえるんですね。ピアノに乗って演奏というか、嬉しいですね。なんか猫好きなら実際に自分が猫を操作できるならやってみたいことの一つですよね。そういうのもやらせてもらえる。あ、今ペンキ踏んだからちゃんと足跡が、青い足跡がついてますね。いい感じ。こっちかな、ここ。デジコードを使用。デジコード、わかんないですよ、デジコードなんて。どっかでコードを見つけないとダメなのか、きっと。デジコード、さっきの部屋にありますかね。ん、ここは、なんだこれ、光ってる。あーっと、視点が、あれ、暗くなった。暗くなりましたけど、ということはこっちじゃなくてこっちの部屋で探せってことですかね。デジコード、デジコード、どこでしょう。ん、ここ登れる、ここも登れる。あ、これさっき登ったとこだ。あー、いいですね、こういうところがいい、本当に。デジコード、数字があるはず、どっかに。あ、なんか読むって出ましたね。うまくいきますようにと書いてあります。それ、いやいや、それよりもヒント、デジコードが欲しいんですけど。よっ。デジコード。この上はもう乗っても何も出ない。デジコード、これは0478、これかな。7 0478、0478、ここ上登って、ああ、0478、0478っていう数字が今一つありましたね。何桁でしたっけ。
ゼロ、ゼロがない。ゼロがない。7478じゃないな。これ違うな。じゃあ、どっか他に数字が、あ、ここにある。これは0470906789、24667892464667892464667892464667892、違う。これじゃない。4457？違う。4157？違う。これじゃないですね。ここの数字じゃない。2847。これ、総値でいくしかないのかな。2847。あ、間違えた。2847。違う。2847も違う。0は使えないから、0のある数字は別。4892。4892。違う。違うなぁ。ここ？これも違う。ヘルプ。この部屋、明かりが消えちゃったんですけど。なんで明かりが消えちゃったんでしょうか。この部屋になんかあるんです、じゃないですかね。とは思うんですけど。明かりが消えてしまいました。これは？これ、なんか違う、光ってますけど。ダメか。数字がわかんない。コード。そうですね。どっか数字。あ、本が崩れた。本が崩れた。おお、楽しい楽しい本。数字。4桁の数字。4桁の数字、どっかありますか？どこだろう？どこだ？あ、親父チャンネルさん、こんばんは。ようこそ。いつもありがとうございます。配信お疲れ様です。今日は猫の日も近いというわけでもないんですが、もともと今日やるつもりだったんですけど、たまたま猫の日に近いということで、絵に描いてない？絵に描いてないか？絵に描いてない。どこの絵ですか？どこの絵かな？どこの絵かな？あ、これ？あ、翻訳？それは工学の学位です。私が仕えていた科学者のものです。それだけ？絵に描いてる。どうだ？どこの絵かな？4桁の数字が見つけられない。絵に描いてある？
でしょう。これでも違う。違う。どこですかね。絵に書いてある4桁の数字。4桁の数字が分かんない。この電気はなぜ消えた。遠くなくて見えない。コード、あ、コードって書いてある。コード書いてありますよ。ここにヒントは小部屋に。ここになんかコードってありますけど、数字が暗くて数字が見えないですね。どうだ。これなんで電気、小部屋、ここですよね。電気はなんで消えたんでしょうか。電気が消えたから、ここに、この壁にあるっぽい気はするんですけど、ペンキ、ここ、あ、注目使ってなかったな。コード。おや、真っ暗で見えない。困った。いきなり閉まりましたよ。ここ明るくできないのかな。こっちからここはいけない。上上がって、これはこれですよね。ラジオ、とりあえずラジオをつける。ラジオをつけて、どうだ。小部屋はここですよね。ここの電気がね、消えちゃったんですよね。なんかさっき。電気が消えちゃって、暗くて見えない。この部屋が。これ、なんでこれだけ、これが光ってる？こっち？なんで電気が消えちゃったんでしょうか。そしてコードが分かんない。コード、矢印コードってあるんですけどね。ここにこの、どうだ。なんか数字がでも読み取れない。
読み取れないですね。棚の上でライトをつけると確認できる。ああ、そうですよね。ライトつけるのどうするのかな。あ、こうか。わかりました。今やっと L1 ボタン、コード3748。ああ、ありがとうございます。アドバイスありがとうございます。3748。3748。やっとだ。やっと出れる。3748。よっしゃ。いちいちこの伸び上がるのが可愛い。でも実際猫そんな感じですよね。力がないからね。こう、力がないですからね。こう伸び上がって、こう体重かけて、そうやって開けるような感じですよね。うわ、何ですか、ここは。向こうにエレベーターがあります。何やら重要そうです。行ってみましょう。了解。よし、乗るぞ。楽しい。ジップラインは好きなので、こういうのいいですね。すごく気持ちいいです。よし、来た。到着。あ、L1 ボタンでこの子を呼んで、ランプをつけさせることができるみたいでした。今やっと分かりました。待ってください。覚えています。アウトサイド。遠い昔行ったことがある気がするのです。あなたはそこから来たのでしょうか。私は誰かに必ずそこへ行くと約束しました。でも誰に？このポストカードを元に描かれています。持っていきましょう。ポストカード。新しいアイテム入手。なぜこんな記憶があるんでしょうか。この記憶はどこから来たんでしょうか。前に進みましょう。十字キーの上？新しいメモリーを発見しました。左じゃなくて下？あの大きなエレベーターに向かわないとですね。出口のようです。はい、じゃあ行きましょう。あ、これまたペンキ。あ、これは倒せない。んーで、これで上がって渡って、本当にこの身軽ですね。でも、猫は身軽でしたね、確かに。よっ。よし。なんかある。翻訳。セーフゾーン。セーフゾーン。で、これで、乗る。うわ、なんかやばそうな。また例のネズミたちか。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、死んだ。うっそー、油断した。んー、やられた。さっさと行かないとダメだったんですね。進まないと。ちょっと周囲の状況をじっくり観察しようとして飲み込まれてしまいました。ここから乗って、いや、でもこれ、重そうなんですけどね、この背負ってる荷物ね、本当に。よし、行きましょう。よっ。スラム、到着。なんかいる。逃げた。
ビフィって逃げた。そっちへ行った。あ、なんか閉じた。鍵までかけて逃げた。どっちだ、こっちに行き止まり。あー、なんか、あ、いた。こっちから、こっちから来た。こっちも気になる。こっちも気になる。あれ、なんか、あれ、あ、ここ閉じた、扉閉じたわけですね。じゃあこっちに行かないとダメですね。あ、カットシーンですね。みんな逃げて、そして隠れて、シャッター下ろして。かわいい。これ三毛猫にしたのは開発スタッフの中でこれが一番人気、この三毛猫が一番人気があったからとか、あるいは何か猫好きの人たちに対してマーケティングとかしたんですかね。どの見た目が一番ウケるかとかみたいな。交流する。閉じる。彼ら独自の言語があるようです。ザークではないな。知らぬ顔だな。誰も食べない限り歓迎するよ。いい加減お腹空いてると思うんですけどね。この、みんなとはぐれてから何も食べてないですよ、まだ。水は飲みましたけどね。そして重そう。ん？警戒は解かれたみたいですね。いやー、重そう。とりあえず会話。ガーディアン、迷っているのか。何が欲しい？アイテムを見せる。これでアウトサイドの写真か。くだらない。エレベーター動いてない。みんな知ってる。ここから脱出などできないと。アウトサイダー以外はな。しかし奴らもみんないなくなった。モモ以外はな。興味があれば奴と話すがいい。奴も脱出を諦めたようだが、結局それが一番だってことだ。で、奴はオレンジのネオンが光る、あのビルの上に住んでいる。なんか B12 に助けを求めるには十字キーの下を押す。私をいつでも呼んでください。ここにいますから。ガーディアンは、オレンジの、オレンジのなんとかと大きなビルの上にいる、モモと話すようにと言ってました。これ、彼がここからの脱出方法を知っているはずですよ。かわいい。かわいい。本当に自分の飼ってた猫と模様が似てるので思い出します。ただもう少しね、色が濃かった。茶色、茶色っていうか濃い茶色だったんですけどね、私の飼ってた猫は。よし。会話。迷っているのか。何が欲しい。ん？これじゃなくて、オレンジのネオンが光るあのビルの上に住んでいますよ。はい。オレンジ、この人たちは、あ、またここで
爪研ぎできる、爪研ぎできる、嬉しい、爪研ぎ嬉しい。もうこれ何が嬉しいって、このゲームの中で一番嬉しい要素は爪研ぎができるって感じですよね、ことですよね。もう自分が飼ってた猫の気持ちになれるみたいな。ひたすら爪研ぎしたくなる、本当に。交流する、驚かすなよ。ザークかと思った。これ相手も見せる、絵はがき見せられるんですかね。おっと、すごいかわいい。エレベーターが動くと思った。わ、明日で私は374歳になるけど、それが動いているところを見たことがない。なんて美しい夢。ただの夢なんて残念だ。この人はなぜ上に向かう。そこには何もないよ。もうも似たような写真持ってたよ。彼にも見せた。ここはこれ乗れる。こっちはあ、ここ乗れる、この箱乗れる、乗れない。こっち乗れる。あ、翻訳。絶滅した我々の柔らかい肌の先祖は、我々に町を残してくれた。我らの住居は彼らの遺産である。よし、行きましょうか。よ、あ、ここも翻訳できる。我らの先祖のみがこの 色の違いの識別ができた。彼らが世界を支配していた時代があると言われている。はい、じゃあ行きますか。まだ話ができる。は、変なもんで私の瞑想の邪魔しないで。こっちの人は、これの人は話せない。これはなんか額に絵が、絵っていうか写真というか飾ってありますけど。あ、なんか踏めるんだ、踏めるんだ。楽しい。踏めるというか、何なんでしょう、これは。で、オレンジのビル。ちょっと待ってくださいね。こっちも気になるな。ここの人は人っていうか。どう、ザークが守るアイテムがあってよかった。要するにスラムは常に奴らの脅威にさらされていて、ザーク対策このマスは重要なんだ。こういうフェイク写真よく見るよ。アウトサイドについて言われてることは全て美しい夢物語さ。あ、ここにもなんかいる。電気ケーブルを調査？こんにちは。私はマーケットの商人だよ。あなたが何かをくれれば私も代わりに何かを渡そう。シンプルだろ。これは電気ケーブルのセット。このマーケットで一番高品質のものさ。スーパースピリット洗剤と交換する。私が出せる最高のものだね。いや、写真しか持ってない。それは受け入れられないね。楽譜を調査？これは楽譜さ。すごい有名なアーティストの最高傑作だ。エネルギードリンク缶1缶1個と交換するよ。これ以上は譲れない。これは古代の遺物さ。先祖の才能の証さ。あー、エネルギードリンク缶っていうのを、とかそういう収集アイテム的なものを、があるわけですね。古代の遺物。先祖の才能の証。そうなんですね。やっぱりどっかで、見つけないといけないんですね。では、ここ上上がれる。あ、ここにもいますよ。あ、なんか、ロボたち。君には変なことばかり起こるね。村を離れる気はないよ。危険すぎるもの。その上、ガーディアンだけしかこのドア開けられないし。素敵な写真、写ってるのは嘘のものだけど素敵。交流する。それをストリートに置いて次の日見たらザークが全部食べちゃってた。クレイジーさと思わない？あいつら何でも食べちゃうんだ。で、写真見せる。 またアウトサイドの写真出ていって、そんなの全部ナンセンスだ。ここ乗れる？ああ、こんなこともできるんですね、この椅子の上で。いいですね。本当に分かってますね、作り手の人たちのは。 猫好きの気持ちを。かわいい、伸びしてる。
エネルギー管とか探さないとダメ。ここから上がって、上がって、上がって、これは？こっち。あ、なんか、どうですか？この上上がれる。あ、落ちた。エネルギー管っていうのを探したいですね。なんか。これ、こっち行って、ここ、入れた。この低い視点が最高。本当に。自分の飼ってた猫もこういう視点で世界が見えてたんだなっていうのがよくわかる感じですね。ここから通れちゃうんですよね、猫だから。うん、いいですね。人間だったら絶対通れない。クレメンティのノート4分の4を取得。マークが入った奇妙なノートです。これはクレメンティネ、クレメンティーネという名前の人の持ち物のようですよ。すべてが計画通りにいっている。上層へのコンタクトもトランシーバーが切れる前に行った。何かの圧倒的な力で支配されているミッドタウンという場所だ。先ほどモモと話をした。彼の瞳、この見た目、我々と共に行動はしないだろう。何か分かりませんが、後で役に立ちそうですよ。ガーディアンが言っていたトランシーバーを修理する。モモに会いに行きましょう。はい、了解。これはこのキーボードは乗れない。キーボードに の上を乗れたのもすごい楽しかったですよね。ピアノもの上にも乗れたし。ん？ここにも。あ、楽譜。取得。今教えてくれましたね。あ、いろんなものを落として。上には登れない。蓄音機は動かせない。あ、マットスターさん、こんばんは。ようこそ。いつもありがとうございます。今日はですね、まあ、猫の日が近いからというわけじゃない、もともとそういうつもりじゃなかったんですけど、ストレイですね。もう猫好きにはほんとたまんないゲーム。もうさっきから癒されまくってますね。よ、これで楽譜、ゲット。で、ここは開けられる？あ、取るんだ、ここでも爪を。気持ちいい。あ、ドアのあの音は何？気のせいだね。え、気のせいなの？よ。これは？地には行けない。上？上は行けないかな。行けますかね。行けそうにないですね。じゃあこっち渡って、で、あ、バケツ乗りますか、入りますか。よっ、飛び乗った。そしたらここ乗れるでしょう。よっ、上上がって、よっ、あ、なんか遊んでる。この上は、よっ、何してます。気をつけて、集中しないと、またバケツ落としたくないよ。ん？バケツを投げてる。バケツを投げてる。すごい。なかなかこの作り込みは、すごいですね。この街のスラムの作り込み。よっ。
こっち行って、あ、ここでもまた、ああ、休んでる休んでる。かわいい。よし。お話もしましょうか。あ、伸びしてる。伸びしてる。いいですね。交流する。光のサークルを見るのも楽しいけど、いつか本物の空を見てみたいものだ。アウトサイド、モモがいつか連れてってくれるって言ってた。光のサークルを見るのもいいけど、あ、これかな？あ、本当ですね。なんか、普通の星空じゃなくて、なんか光のサークル。おお。よ。こっちかな。これは自販機。あー、猫が自販機をしてる。あ、そして出てくる。エナジードリンク。あ、エナジードリンクですね。これ、あの、お店で使える貨幣の代わりになる。こうやって手に入れるんですか。なるほど。あ、テレビのリモコン。猫が勝手にリモコンを押しちゃうっていうのよくありがちな。よよ、これはこっから、あ、下に降りてきちゃった。上に上がって、上に上がって、これは飛び移れるところはこっちないですか？上、じゃあもう一回上に戻って、こっちに渡れる。で、あー、なんかこのスラムで、なんか延々と時間が潰せそうですね。で、本に乗っちゃうんですよね、猫はね。そして崩しちゃうんですよね。すごい、いっぱい本がありますよ。あ、そして崩していく、崩していく。ちょっ、乗っては崩し。自分の AI を人間のようにクリエイティブに発達させる方法、第42号。あ、乗った。あ、そしてここで休む。あ、いいですね。なんかそうそう、猫ってね、本当に狭いところにこう体をこう入れ込むっていう習性がありますよね。本当になんかこのゲームやってると自分が昔飼ってた猫のことを思い出して仕方ないですね。楽しい。いつまでもしばらくこうしていたいって感じですね。本当によくその仕草を再現してる。仕草っていうか修正ですよね、猫の。こっち？よっ。なんかそのこのゲームを開発した会社は人間よりも猫の方が数が多いっていうふうに、最初の説明でも言いましたけど、本当その。こだわり具合が本当に半端じゃないですね。よ、楽しい。もう全部崩したくなる。こっちは？よ、なんかあった。猫の運動会。あ、なんかトロフィーまで取れちゃった。いやー、ドッグ、私があなたの安全のためにキーを見つけたよ。これを持ってより一層気をつけてね。あ、新しいアイテム、鍵を入手しましたね。どんなに本があっても、あなたの安全を埋めることはできない。図書館員のジェス。あ、これ同じだ。よし。ここは？ここも、なんかあるのかな？
この肖像画みたいなのは何なんでしょうね。気になりますね。モニターがなんか映ってるよ。あ、なんか反応してる。金庫、金庫を使用。あ、使用アイテムを選択。ノート、楽譜、楽譜、鍵かな。あ、開いた。ノート、中にノートがあった。マークが入った奇妙なノートです。これはドックという名前の人の持ち物のようですよ。長期にわたる研究の結果、スペクトロ、ああ、早かった、読み切れなかった、と何とかと結合させた。これによりザークが、具体的に何であるか解明することができるはずだ。最初は爆発してしまった。実際の環境でテストする必要があるようだ。何か分かりませんが、後で役に立ちそうです。ガーディアンが言っていたトランシーバーを修理するモモに会いに行きましょう。はい。早くモモに会いに行けってことですよね。さっきから散々言われてますけど、ちょっとスラムが楽しくて探検がやめられないって感じですね。で、ここからこっちはもう行き止ま、ん？上上がれるのかな？どうでしょう。こっちはいけない。よっ。これは？これは降りるしかないですかね。あれ？この方は？この方さっき話しましたっけ？おい、お前、ちっちゃくて変なやつ。でもお前のことは聞いている。なんか面白い顔してる。お前を可愛がると強制されてる気分だ。でも俺はしない。なぜなら理由がわからんからだ。アイテムを見せる。ポストカード。トトカワ、この辺でその言葉を使うのは気をつけな。コードでコンセプトを理解できるやつもいるから、いるがな。アウトサイドを知ってる奴らいるが、何をするにも諦めモードに入ってるな。そこにアウトサイダーの登場だ。どんな気分だったか想像つくだろう。今はモモだけが残った。そしてここです。あ、ここでまた爪研ぎできるの。ここでもできる。いや、こういうとこでもやっちゃうんですよ、本当に。もうね。一応その私もあの爪研ぎ用のあの段ボールでを買ってたんですけどね、違うところで爪研ぎやっちゃうんですよね。おお、そう。いやー、嬉しいな、これ。本当に無心にできちゃいますね。で、よっ、これは、ここは、これも降りれるのか、すごい。本当になんか、猫の、よ。これって、オレンジのビル？オレンジのビルってどれですか？これ？これはビルっていうほどの、どうなのかな？こっちかな？こっちに渡るんであれば、よっ、こう上がって、こう上がって、こう上がって、さらにこっちに上がって、で、ああ、これ以上行けないですよ。本当？高さ的には、この上に上がりたい。上がりたいですけど、こっちからはいけないのかな？よっ。よっ。よっ。これさっきの人ですね。ここからいけるかな？ああ、降りないで降りないで。そうじゃなくて、こっちへ飛んで、こっから飛んで、で、上上がれるかな？どうでしょう。で、いけた。この隙間を通れるのが猫。で、さらにこの上に上がる。あ、いましたよ。この人じゃないんですか？カットシーン。
とりあえずご挨拶を。これ いつでも丸ボタンを押したらいつでも泣けるので、好きなように。これが楽しいですね。また交流する。全然治らないよ。あ、やっぱりこれがモモですね。どうして仲間を行かせてしまったのか。今僕は一人ぼっちだ。こんにちは。何かする？ポストカードをとりあえず見せましょう。アウトサイドの写真、そこに行ってみたいの？考えるだけ時間の無駄だよ。そこには孤独と絶望があるだけさ。僕の仲間も同じ夢を持っていた。でも今は皆消えてしまった。孤独だけが残った。仲間がどこに行ってしまったのか。コンタクトを取ろうとしているのにトランシーバーが正常に動作しないんだ。ああ、そういうこと言ってましたね。僕と仲間はアウトサイドについての研究をノートにつけてる。ほら、本当にそこに行きたいのなら僕のを持ってきなよ。モモのノートを入手。君を好きなようにするといい。僕はアウトサイド諦めた。うまくいくといいね。はい、行きますよ。モモは悲しそうです。仲間に会いたがっているのです。あ、なるほど。彼がくれたノートを見てみましょう。アウトサイダーによる生命。いかなる犠牲を払ってでもアウトサイドに行かなければならない。我々の仲間を守らなければならない。ザークですかね、には近づいてはいけない。クレメンティーネと、ズバルタザールとドックとモモによる署名がされています。モモの名前は後から追加されたようですね。別のノートも探してみましょう。別のノートって確か3冊目のノートです。残り1冊ですね。あ、ですよね。さっき見つけましたもんね。このエリアの無人アパートの中を探しましょう。屋根の上から確認してください。アウトサイダーのロゴがあるはずです。あ、なるほど。翻訳、これ何ですか、このカバン。看板？アウトサイダー。上乗りますよ。なんか音楽が鳴ってる。翻訳。町は円柱状でなんとかかんとか、上には階層がある。町に天井がある状態で書物によると、その向こうには青い大空が広がるという。はい、あ、ラジカセ。ラジカセはとりあえず止めてみる。かわいいですね、この。あ、止めるんじゃなくて、今度、あれが、曲が変わった？で、これで止めた。これなんでしょう。あ、かぶった。かぶった。紙袋かぶった。これ、どうすんだ。見えてるのか、これ。なんか、あ、コントローラーの、なんか、言うこと聞かなかったですね。なんか、入力が変な方向に今、反応しました。そして、あ、やっぱりここで爪研ぎか。いいですね。いいですね。本当にいい。この爪研ぎが最高ですね。冷蔵庫の中、なんか食べさせてほしい。なんか食べさせてほしいんですけど、食べれないみたいです。いい加減、本当にお腹が空いて仕方ないんじゃないかと思うんですけど。あ、これ絵はがきと同じ。落ち物、これ似てますけど微妙に違うのかな。よっそしてまた本を崩す。こっちは思い出すって何ですか。バックホーム2。あ、お家に帰ろう2ですね。このビデオゲームを覚えています。あ、ゲームのポスター。私が作られてすぐに作られたものです。正確には覚えていないのですが、一緒に働いていた科学者とたくさんプレイをしました。楽しかったです。彼に会いたいです。なぜ彼の名前が思い出せないのでしょう。新しいメモリーを発見しました。あ、これが収集要素。メモリーっていうのがこのゲームの収集要素ですかね。
これは何？ロブレム？じゃあとりあえずノートを探してあげないといけない。壁のマークはノートのものと同じですね。この場所には行ったことがあります。でも他にこのようなマークがないかチェックしてみましょう。ノート、これとこれと1箇所2箇所3箇所、あそこ見つけましたよね今。ということはこっちのビルですかね。ここに行くにはどうやって行くんだろう。こうとりあえず降りて、あ、これで降りれるよ。で向こうのこのビルじゃないですかね。このビルに入るには、あー、ここからこっち降りてこう渡って、あー、おー、いいですね。で、この人と話してない、バポラに迷惑をかけないで、彼女不器用だから。これで、あー、すごい面白いですね。でもこれいい加減この背中に背負ってるのは重そうでかわいそうなんですけどね。から上に上がって上に上がって上に上がって建物の中に入れないですか。これなんだ、翻訳、動力電源の換気装置。これを抜くのかな、ひょっとして抜くんですかね。止まった、止まりましたよ。これで中に入れる。よしよし、回転が止まったんで中に入れますね。部屋の中に侵入できました。これはなんかまたいろんな肖像画というか写真というか、あ、落ちた。あれ、なんだろう。あ、ノート、これでついに最後のノートです。ズバルタザールという名前の人の持ち物ようです。ザークと呼ばれる生き物以外の生態系の痕跡は消えてしまった。奴らは何でも食べて、恐るべきスピードで繁殖する。街の封鎖などものともせず。あ、自分が襲われたあの、なんか、ネズミ、スーパーラットとかなんかエドワードさん言ってましたけど、そんな感じの、あれですかね。自分が食べられちゃったやつ。おお。この本にメモがあります。こう書かれてあります。トランシーバーの設計にミスがあった。しかし修正方法は判明している。これが方程式だ。この情報を持っていけば、モモがトランシーバーを直すのに役立つのではないでしょうか。上層とコンタクトが取れれば道が開けるでしょう。私たちが見つけたものを彼に見せましょう。了解。ここは？ここ？中入れます。入れない。あとはこう登って、これはここ降りて、これあ、よし、これなんだ、あ、またここでも、ここでも詰めとき、あ、開いた開いた、あ、なるほど、面白い。これは上上がって上上がって、なんかありますかね。これってここここん、どっち行くんですか。下降りて上上がって、で、さっきのモモのところに戻らないといけないですね。よっ、こう行って、こう行って、
やー本当になんか猫なんで身軽にいろんなルートで行けますね。ここ上がってこっちでしたよね。そしていつでも好きな時に泣けるよ。持ってきましたよ、ノート揃いましたよ。小さい猫さん、まだノートを探しているの？アイテムを見せるで、これか、これを見せる。クレメンティーネのノートを見つけたの。彼女は本当に勇敢だった。僕が知る中で一番の恐れ知らずな人だったよ。で、それから、ズバルタザールのノート。それはズバルタザールのノートだね。彼の言うことはほとんど理解できなかったけれど、彼がとても賢いことはわかるんだ。で、モモのノート。それは僕のノートさ、アウトサイダーの最後の参加者だったんだ。そして最後の生き残りでもある。あれ ?3 番がない？あったあったあった、ありました。ドックのノート。よ。ドックの持ち物じゃない。彼はすごい電気関連のオタクだったよ。いつも世紀の大発見をしそうなくらい。待って、仲間のノートをすべて見つけたの？はい。あれ、何そのノート。トランシーバーが直せるの？やったね。つまり、スラムの外の人と連絡が取れるんだね。クレメンティーン、みんなごめんよ、目的を見失いそうになってた。約束する。必ず外側に行く方法を見つけるよ。ありがとう。君も脱出できるかもしれない。さあ、このボロッチートランシーバーを直そう。やった、動いた。一緒に来て。いますよ。なんだこれ。ここは爪とぎ？またカーペット。カーペットで爪とがれたらね、ほんと、これは？ん？なんだ？追いかけちゃいますよね、とりあえず。ボールか。あそこだよ。他よりずっと高いあのビルが見える？ああ、なんか自分の飼ってた猫にあんまりボールとかを与えなかったですね。あの、猫じゃらしを、あの、お店で売ってる、あの、先っぽに、棒の先っぽに、あの、毛がついた猫じゃらしを使ってましたけどね。触れ合うときには。あのタワーのてっぺんにトランシーバーを設置すれば街全体と通信ができるようになる。仲間はまだそこにいるかもしれない。脱出方法があるなら、仲間が知ってるはずだ。トランシーバーを入手。君は小さくてすばしっこいからザークを避けられるね。君の力が必要なんだ。小さいアウトサイダーさん、僕らを空へ連れてってよ。とりあえず、ボールはですね、与えると部屋の中をこう走り回っちゃうんで、ボールは与えなかったですね。で、その代わり猫じゃらし、で、こう呼んで、自分の方に呼んで、こう、それで、こう、じゃれ合ってみたいな感じでした。私の飼ってた猫との触れ合いは。で、これで、どこ行くの？空へ連れてってよ。よっ。ん？もう取る。違う、こうじゃなくて、こうか。オーライです。トランシーバーはあの大きなビルのてっぺんに置きに行きましょう。ああ、はい。大きなビル。あれ？あれかな？ということは今度はどんどん上に登っていかないとダメっていうことですね。どこから行くのが、どのルートがいい？これに乗って、とりあえずは向こうに渡って、確かに空が、あの、普通の星空じゃないですね。円になってる。光が。ルーフトップ。これから、また新しいエリアですけど、とりあえず詰めとき。気合い入れて
爪研ぎして気合い出て、あ、いるじゃないですか、あいつらが。こっから、あ、ここはちょっとなんか鬼門になりそうな。敵の気を引くには丸ボタンでニャーと鳴く。うん、よし、今だ、抜けろ、よ、抜けた。ここは追いかけてこない？あ、やつらは高さ、ん？大丈夫？上は登ってこれないんですね。じゃあこっちに渡って、あ、またいる。これはここで泣いて、でこっちおびき寄せて、でこれで上に上がる。こんな感じですかね。あ、なんかアクションゲームっぽくなってきましたね。でこっからこう、いやー、でももう何度も言ってますけど、自分の飼ってた猫はこんなに賢くはなかったと思いますね。ここまでは敵を誘導したりとかね。ここはこれ何ですか？これは関係ない。これどうなんでしょう。あ、こっちかな。上に上がるのかな。あ、なるほど。で今度はこっち？あ、違う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 、ああこういうことか。なるほど。これはこれ乗って、あ、違う違う違う、これは中に入るんじゃないですか。そう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 、でこれでよし、これでこうやって渡って、でこっちに柱に伝っていく。あ、楽しいですね。で今度は意味もなく泣いてみたりして、でこっちに行くのか。こっちですね。こっちは正解ルートではない、行けないですもんね、元から。よっ、なんだ、何ですかこれ。ドアをハック。あ、入ってこれない。なるほど。でこっから閉じ込めた。閉じ込めたわけではない。閉じ込めたわけではない。いやー、やばい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 。あー、やばいやばいやばい、死んじゃう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 、あー死んだ。あ、そうか、これ今のドラム缶をきっと使うんですね。ドラム缶使って足場を作って飛び乗るんじゃないですか。そっか、飲み込まれちゃいました。恐ろしいですね。まさに一匹であんなたくさんを相手にしないといけない。どこからだ。ここから渡って、あ、ドアをハッキングするところからですね。だから左の方の、向かって左の方の足場っていうか、方に上がっていかないといけないんですけど、そのためにドラム缶を使わないと。これでこっちに、よっ、あ、違う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 ぞ違うぞ違うぞ、ちょっと待って。いやー、痛い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 。あー、死んだ。これはちょっとここ難しいですね。もう一回行きましょう。やることは分かってるんですけど、何をするべきかは分かってるんですけど、あとはそれを実行できるかどうか。
ドラム缶を回して、さっきと同じ要領で転がして、ドラム缶を転がして左の方に移動させて、で左の足場、高い足場に移る。ここは、どうなんですか？この状態で、もう一回ドアをハックして、こうやって入っていく。で、もう一回ドアをハックしたら、これでどうだ？あ、これで来れないじゃないですか。ね。そういうことか。それ、こうやればよかったんですね。で、これで転がして、で、こっち側にも、ハッキングするやつがありましたね。なるほど。で、とりあえずもういいでしょう。あそこに閉じ込めておけば。ここは登れない。行くのはこっちのビル。だからこっちに渡っ、ん？あれ？乗れなかった。よし、乗った。乗りましたよ。これに？こうかな？よ とりあえず意味もなく泣いてみてます。で、ここは安全？降りて安全？なんか嫌な感じがしますけど。これは？ここ登って登って、これで自分のまた体重をかけて倒すわけですね。そうそう、なんかデコが勝手にドア開けちゃったりとかね、してたんですね、自分のアパートで。勝手にドア開けて、自分の体重かけて、今みたいな感じで。で、これで、うわー、なんかすごい。とりあえず上上がって、おどろおどろしい感じ。ああ、ここは難しそうですね。どっちへ行くのが正解ルート？この辺で。あ、来た来た来た、やばい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 、うわ、しまった。 おびき寄せるつもりがいっぱい来すぎた。もう少しルートをちゃんと確認してから行かないといけなかったですね。はい、じゃあ、ここから？ここからか。よっ。これは？これは開けれないですよね。このパイプをなんか突き破ってきましたよね。あー、来た来た来た。よー、危ない危ない危ない。食いついてくんの？で、どっち行くの？あ、登ってきた登ってきた。やばいやばいやばい。走って走って。よし。よ、んー、よし。なんとか逃れたか。次はまっすぐかな。
あれかな、よっ、あー、そしてまたドラム缶か、ドラム缶転がして、いや先に扉を、あー、ダメか、あー、これはちょっと無理があった。ハックする、ハッキングするには少し時間がかかるので、ある程度おびき寄せないとダメなんですかね。で、おびき寄せた上で扉をこう閉めて来れないようにしないといけないですよね。いや、ドラム缶は後ですね、ドラム缶は後回しだと思うんですけど、この辺で、これ登ってくる？登っては来れない。うわー、怖いな。よし、とりあえず、あー、ちょっと待って待って待って、よっしゃ。で、あの、みんなが出て行ったら、出て行ってよよし、今だ。ここでドアをもう一回閉める。よっしゃ、これで安全に行けるでしょう、ドラム缶。あれ？ダメか？ドラム缶を転がして、もっとギリギリまで、で、ん？違うのかな？違うのかな？猫、思い出す。メモリですね。猫コーポレーション、ずさんな管理の落とし前をつけてもらわないといけません。上層のゴミがスラム中に溢れ出し、それを解決するために彼らはバクテリアを開発しました。人間が消え去った後、バクテリアは突然変異を起こし、ゴミ以外のものまで食べ始めたのです。それがザークの正体です。あ、ネズミじゃなくてバクテリアなんですかねあー、ネズミだとばっかり思ってました。行きましょう。メモリーを発見した。なんか結構空いてないですか、ま、あの、見つけられてないメモリーが意外とありそうな気がします。で、どっち行くの？これ上に上がっていかないとダメですよね。ここから、ん？上に上がるのはどうするんですか。この上の柱に乗りたいですよね。ドアを閉めたら、これでこうやってギリギリまで転がして、乗れない。危ない危ない。どこでしょう。ここから、この上は、これは、
これは入れない。ドラム缶をさらに転がす。あ、なるほど、そういうことか。ありがとうございます。これはもっと、これをもっとこっちへ持ってくるわけですね。あー、そういうことか。いや、これちょっと気づ、ちょっと自力では気づけなかったかも。で、これって、あ、乗れる乗れる、乗れますね。よ、ちょっと角度的に。よ、乗った。よっしゃ。で、乗った。いますよ、いっぱい。いっぱいいますけど、どうするんですか、これ。みんなこっち来て。よし。乗った。これで振り切った。そして、上に上がった。これも上に上がる。よっ。これでもう、最上階。いや、まだか。まだもうちょっと上に上がっていかないとダメですね。ここは？これ何ですか？ここ？これは乗れない。あ、なんか スイッチ的なものがある。ここがやばい。いや、覚悟しとかないとダメそうですね。ちょっと待った。なるほど、エレベーター来るまで逃げないとダメ。よし。で、これか。エレベーターしよう。よっしゃ、いけた。覚悟してたんで、いけます。ちょっと気合い入れて臨めましたね。ちょっとやばそうっていう意見を前もってなんかこう予知できてたので、今もう本当に危ないところでしたね、非常に。さあ、到達しましたよ。来た。来た。よっ。ここです。トランシーバーをこのアンテナに置いてください。アイテムを使う。使用アイテムを選択。トランシーバーを使う。さて、見てください、美しい景色です。確かに思い出しました。町、それはシェルターのことでした。おお、美しい、星のように見える光は町を封鎖するための金属製の屋根なのです。人間は自分たちをアウトサイドから守るためにシェルを作りました。しかし犠牲も大きいものでした。誰も脱出できなくなったのですから。アウトサイドは大惨事でした。
植物は育たず、人も住めず、危険なだけの 場です。でももしあなたがそこから来たのでしたら、また安全な場所になったのでしょうか。私の約束はアウトサイドへ行くだけではありません。行って街を解放する約束もしたのです。なぜ一部の記憶だけが蘇り、他は思い出せないのか、理由はまだわかりません。でもこれだけは確かです。私は街を解放する約束をしたのです。よし、戻ってモモを探しましょう。トランスミッターには接続されています。助けを求められるはずです。よし。で、じゃあこれを、ああ、すごい。美しいですね、この。サイバーパンク猫ゲーム雰囲気あります。いきます。お、もう一気に戻ってきましたかね。水苦労してますけど、スラムパート2。なんかだいぶ毛並みが、あの、で、奴らにやられたからか、毛並みを、水苦労をしたいですね。ちょっととりあえず爪を研いで、ストレス、今すごいストレスがかかったと思うんで、ストレスを発散して、解消して、で、これでちょっと気を紛らわして、で、紙袋をかぶるとなんかコントローラーの操作がこれなんかおかしくなっちゃうおかしくなっちゃいます。まともに動けない。よし。で、あれ、モモは、こっちか。あれ、なんか張り紙がしてありますよ。見てください、メモがあります。小さなアウトサイダーさん、もし君がこれを読んでいるなら君はまだ生きてるってことだね。やったね。僕はバーに行ってある装置を使いアンテナの感度を上げている。こっちで会おう。窓をロックしたけど解除コードは簡単。読めないですよそんな大文字と小文字の区別を正確につけてね。バーで会おう、モモ。入り口近くの窓のコードだよ。レッツゴー。 M を読む。あー、もういい。これか、謎の写真。これって、あ、これも見ましたね。 B12 を使う。これがロックされている窓です。コードは、H だった気がします。エラー、キーが違います。おっと、間違えました。もう一度やってみます。0だったか O だったか、あ、O だったか0だったか、こうだったかな。入力成功できました。モモがバーで待っています。バー、どこでしたっけ。よっ、とりあえずこれ乗ればいいですか。で、バー。バー。あ、こっちか。ももを探しましょう。こっちに渡って、こっち渡って、で、これかな？あったあった、バー。バーありました。すんなり見つかりました。やあ、ふわふわさん。見てよ、シグナルを受信したよ。よ。ここ乗れと。いいですね。あ、撫でてくれた。これ、ちゃんと動くか確かめてみるね。
もう少しだ。こんにちは、聞こえますか？こんにちは、うん、聞こえるよ。スラムから発信してる。ここからの脱出方法を探してるんだけど。待って、もしかしてザブルタザール？モモ、ピピピ？信じられない。あなたの声が聞けるなんて。どこにいるの？みんなは無事？イエス、我々は無事。道を見つけました。もしもし、まだ聞こえる？私たちの場所に来るには下水道を通らないと。とても危険。ザークがそこら中に。下水道？どうやって？もしもし？なんてこった。シグナルが途絶えてしまった。信じられない。ザブラタザールが生きていった。彼も仲間も下水道を通ったのか？下水道はスラムで最も危険な場所。でもザブラタザールができたならできるのかもしれない。下水道を通ることなんてできないよ。ザークがうじゃうじゃいるんだから。すぐに食べられちゃうよ。特に君みたいなおチビさんは。みんな一か八かでトライしたけどうまくいかなかった。とにかく危ないよ。君がすることに口出しはしないけど。シーマス？彼のお父さん、ドックは偉大な科学者だった。ザークを倒すための武器を開発中だった。数年前、その武器のテストをするといい街を出ていき、それ以来姿を見ていません。それ以来シームズも変わってしまった。シームズの言葉を信じちゃダメだ。昔の僕のように臆病者だから、ドックが武器を作ってくれたら、僕たちアウトサイダーの仲間入りだ。ノートの中でドックは時々シークレットラボについて書いている。彼はそこで作業していたに違いない。チームズのアパートにヒントがあるはずだ。一緒に来て。あ、なんかジュークボックスありますよ。曲を変えるとかできるんですね。あ、そっかそっか、自分がやるんじゃなくてハッキングというかやってもらうんですね。何か欲しいの？何か欲しいの？あ、これは別に今はいいですかね。ビリーと会話。なんか通貨的なもの。これ見せ、ドリンク。これ見せ、ああ、ダメか。よし、じゃあ行きましょう。あ、翻訳？今月のベスト従業員。こんなもんですかね。これは特にないですよね。よし、行きましょう。あ、呼んでる呼んでる。待ってくれてましたね。待たしちゃってた。あ、翻訳？ブツブツ交換マン。スーパースピットランドリー。グランドマの服屋。エリオットプログラミング。服屋？服屋って、あ、そっか、別にこの猫の見た目を変えれるわけではない。これ何？あ、また、あ、しまった！かぶっちゃった！かぶっちゃった！これは、これいらない。もう、外して。これ操作が左右が逆になるのかな。それだけじゃない。あ、いけた。外れました。あ、本当なんかこうサイバーパンクな感じ。いいですね、このスラム街の雰囲気は。サイバーパンクと猫っていう組み合わせがまた良かったんでしょうね、このゲームの。お知らせ、楽譜を探しています。ギターで雰囲気のある、なんとかを持ってきてください。私はエレベーターの近くに住んでいます。チームズ、お願い、ドアを開けて。君のお父さんが僕たちを助けたがってたのは知ってるよね。
まあ予想はしてたけど、チームズにとっては辛い状況だから、もうアウトサイダーのことなんて聞きたくないんだと思う。彼にはもう頼れない。でも君ならいいアイデアがあるんだ。ひょっとして、ああここから行けと。ドックのノートを持ってシームズに見せてよ。これをたくさんの情報がショック療法になればいいのだけれど、おチビさん、シークレットラボを見つけて、僕はバーに戻って仲間にもう一度連絡してみるから。ここから入って、ああここで何してるの。言っただろう、下水道を取るのは自殺行為だって。そっとしておいてよ。これでノート、これかな、これを見せる。これ何、待って、これパパの。うわ知らなかった。アパートに隠し部屋がある。どこに。ん、シークレットラボすぐ目の前。多分この辺のどこかにヒントがあるのかな。これとか、もし本当にザーク対応の武器があるなら、この辺にサインがあるはずで、室内を探してみましょう。招き猫があるあたりが面白い。フランスの、フランスの会社でしたっけね、これ作ったのは。何故招き猫って感じですけど、ああるじゃないですか、デジコードをしよう。あ、コードが分かんない。あー、まだコードが分かんないですね。これは時間が真実を告げる。なんだろう、いい加減お腹が空いてると思うんですけど、この子。なぜ餌をあげない。ここ、ここ。ここ。コード、さっきもすごく最初にコード探しの苦労しましたけど、コード聞けばいいのかな。こんなところにデジコードがあったんて気がつかなかった。どうしてだろう。パスワードなんて全くわからないよ。あ、わかんないんですね、うん、パスワード、うん、コードは何だろう。いや、だから、よし、気づいてくれ。これじゃないのかな。これは違う。時間、あ、時間か。時間が真実を告げるってことは、時計かな、時計、どっか。これか。こう、中、んと、あ、ズームしたら逆に見づらい。2、左から行くと、2511、2511、いけた。今度はすんなりいけましたよ、比較的。これで翻訳。ロボットニュースヘッドライン、ザークは制御不能になりました。金属製品も食べるようになりました。この部屋見たことがないや。ずっと隠してたなんて信じられないよ。息子にも教えてなかった。この設計図、ザーク用の武器のことだ。パパは秘密主義だったからな。パパがね、武器は理論的には動作するけど、本当の環境でテストしたいって言ってた。スラムを出てアウトサイドに行ったきり戻ってこないんだ。で、
秘密のラボ、科学者はみんな秘密のラボを持ってるんですか、ザーク用武器はそこにあるはずです。よ、これか。違う。ここで何か面白いもの見つけた？いや、まだですね。これは？翻訳。これか。設計図。1秒につき20匹破壊できる。設計図見つけましたよ。設計図。違う。設計図。いや、これは違うのか。これは翻訳。観察結果。あ、ほほほほ。これ、あ、これがほ、あの、生け捕りにした標本ですかね。標本、こっから、うわぁ、不気味。ここ上上がって、これは？あ、あった！ありました。壊れたトラッカーを取得。これで見せる。あれ？話しましょうよ。話。はい。壊れたトラッカー。待って、思い出した。これはパパのトラッカーだ。パパはいつもトラッカーを使って僕がどこにいるかチェックしてたんだ。そんな、それはちょっと嫌な、干渉しすぎな親ですね。今度は僕たちの番だ。これでパパを探そう。パパがまだ生きてるかもしれないなんて信じられないよ。すっごくパパに会いたいよ。ザーク用の武器は必要だよね。パパは確かに持って行ったよ。トラッカーを直そう。そうすればパパを探せるから。スラムのどこかに直せる人がいると思う。こっちに来てドアを開けてあげる。あ、いた。こっち。え？ん？どこにいるんですか？トラッカーを直さないと。君は賢いから、スラムで助けてくれる人を見つけられるよ。スラムの誰かに見せてみましょう。どうすべきか教えてくれるかもしれません。この人は？あいつらペンキのバケツも落とさないようにしないとコスマに怒られるよ。これで、これを見せる。なんじゃそれ。ハイテクなものはわからん。バーに行ってみなさい。あ、バーに行けと。バーどっちでしたっけ？バーはこっちじゃない。こっちでもない。ここが、あって、バーって、こっちじゃないですね。あ、自販機。この、いいですね。猫パンチというか。エナジードリンクゲット。バー。バーはこっちでしたっけ？これ？よっ、見かけない顔だね。いかがいたしましょう。あ、これ人じゃない。これか。モモと会話。再接続に手間取っているよ。そっちはシームスから何か聞けた？これでこれを見せる。面白そうな機械だね。でも壊れてる。村に直せる人がいるかも。バーには行ってみた？え、ここバーじゃないですか？この人？何か欲しいの？
トラッカー直し方なんて知らないよ。バーテンダーの、あ、バーテンダーに話したっけと。なんか注文するだけかなと思いました。じゃあこれでバーテンダーにこれを見せる。なんて美しいソースだ。この辺では見かけないね。こういうの直すの得意な人を知ってるよ。すごい才能がある人なんだけど、ちょっとそのまあ見ればわかるさ。彼の名前はエリオット。オフィスはこの日、この左側にあります。グランドマのお家の近くですよ。彼のドアにはマークがいっぱいあります。テレビが気になりますね。で、じゃあ、これで、降りる。ここを出て左？この左側っていうのは、グラントマの服屋、こっちですか？看板がいっぱいあるって言ってましたよね。これ？とにかく、ワッフル、編み物が大好きなの。電気ケーブルを持ってくれば、ポンチョを編んであげるわ。この人に見せる？エリオット。向こうの方に住んでるわよ。向こう。エリオット。こっちから回り込む？わけではないかな。これ道がない。道がないですね、もう。向こうの方っていうのは逆方向に来ちゃいました？こっちかな？なんだ？リコ。リコじゃなくて、この人は？違う。エリオットプログラミング。一番下ですよね。エリオットプログラミング。向こう。あ、こっちか。これかな？これは違う。こっちかな？あ、違う。あ、あれ？あ、違う。ここ？これ違う。どこだ？あれ？なんかテレビがついてる。テレビじゃない。パソコンかな？ガーディオン。ん？どこどこどこ？また方向音痴っぷりを発揮してます。エリオットの店。ここは違いますよね。これは？これは物々交換の人ですよね。どこだ？エリオット、エリオット。ここがバーでしょ？で、左側って言ってますよね。左側ってことはこっち？ここ？ここは違う。この人は？ザック。これ見せてみましょうか。バーに行ってごらん。いや、バーに行きましたよ。バーに行きましたけどね。どこだ？どこだ？この人は？ガーディアン。
バーテンダーに見せてみなさいって、いやだからさっきバーテンダーに見せたんですけど、この人はテディ、もう一回聞きます。これでこれこの左側にありますグランドマのお店の近く、彼のドアにはいっぱいマークがあります。左側に行ってドアにはいっぱいマークがある。これじゃなくて、ここ登れる、ここからどうだ、行けない、ここん、これはこれバーの2階、思い出す。あ、まあついでに彼らは本当にこれを消費できるんでしょうか。オリジナルデザインでは消化システムは付属されていないはずです。人間の真似の進化を続けるうちに何かの形でできるようになったとか、今トライしてみた方がいいでしょう。彼らのやり方をバカにしたくないのです。あ、メモリーを見つけましたね。まあついでに上がってきてよかったのかも。え、ここは、あ、これひょっとしてビリヤード、あ、落としちゃった落としちゃった、あーしまった、あー楽しい、でもよっよっ、降りましょうここから、あ、バーの2階は初めて来ましたね。この左にありますよっていう、左っていうのは、ここの人たちはこの店の、この人の店の近くです。だからこの人ですよね。この人の店の近くで、向こう側だよって言ってるから、ここ?違う。これ戻っちゃいますね。こっちなのかな?これでも行き止まりっぽいですよね。ダメだ、迷子になってる。ここどうだ、どこだどこだこれ、あ、また自販機、とりあえずちょっと自販機なんか出てきた、よし、あ、ここかな、どうだこっちかな、なんか思い出、リップ人間、この辺に最初に住み始めたのは人間でした。今は全員死んでしまったようですが、死ぬってどういう感覚なんでしょうね。私がこんな質問するなんておかしいですが、みんな今頃は平和な世界にいるのでしょうか。私も死んだら平和な世界に行けるのでしょうか。 AI の死がどういうものか分かりませんが、ごめんなさい、嫌な雰囲気になってしまいましたね。先へ急ぎましょう。またメモリー発見で、こっから回り込んで、
これシームズ。あ、落ちた落ちた落ちた。これここ上上がる、ひょっとして上上がる。これ違う。この人の店の近く、私の店の向かいだよって言ってた。降りれない降りれない。あ、降りた。この人の、向こうの方、あ、向こうの方、あ、これこれだ、やっと見つけた。うわー、なんだ、すぐ東大元暮らしじゃないですか。やっと開け入れました。なんだこれ。あ、楽譜ゲット、収集アイテムですね。やっと見つけました。なんか結構時間をロスしちゃいました。エリオットに会いに来たの。彼ならあそこにいるよ。あそこ、え、これがエリオット、どういう意味。あ、こっち、ん、ここじゃなくて、あそこ、置いて歓迎するよ。こっち上、あ、いた、やっと会えた。もう会いたくて会いたくてなかなか会えなかった。やっと会えました。この木は科学の脅威です。注目すべきは人間の工夫です。人間は太陽光がない世界でも木を育てる方法を見つけたのです。オーガニックライフには街の空気を浄化する木が必要です。ロボットには必要がないのですが、彼らは育て続けています。人間たちがやりたかったことです。よし、メモリーも発見した。よし、違う音楽に変わった。で、止める。あ、まだ鳴る。えい、止まった。で、ここでお話します。はい、どうしましたか。これを見せる。わ、すごいすごいトラッカーですね。頭皮マ、BR2000 モデルです。これを使えば誰でもトラックできますよ。私も試していいですか。あの仕方は分かっているのですが、こんなに震えているとキーボードを使えないのです。病気か何かでしょうか。気分が悪いのは確かです。こんなに震えていては作業ができません。毛布があれば震えが止まり、トラックは、お使いクエストみたいな風になってきましたね。で、毛布はどこで、毛布、毛布ってあの人。とりあえず詰めとく。もうだいぶストレス溜まったんで、ここでストレスを解消して、また詰めといて、ストレスを解消して、で、下に降りていく。なんか面白そうなもんないですかね。あ、え、またピアノだ。猫になったら、や、猫になってみたらやりたいこととして、まずはあれですよね、この爪研ぎ、それからピアノの鍵盤の上を歩いてみる、それからキーボードの上を歩いてみるとか、そういったところじゃないかなと思うんですけど、この人に相談すればいいじゃないですか。
電気ケーブル、これこれで、ミスターエドワード、ウェルカムバック。はい、電気ケーブルを今度探さないといけないってことですか。ちょっと面倒にな感じですね。ポンチョ、でもポンチョですよ。これ聞いてみましょう。スラムを探し、ケーブルを売っている人がいるはずです。ケーブルを売っている人、ケーブルを売っている人、この人じゃないですね。ここじゃなくて、ケーブルを売っている人、この人は？ゴミ箱の中の素晴らしいものを見ろ。宝箱でいっぱいだ。You are the best YouTuber. そんな大げさな。Thanks。あれかな、あのアイテム屋さん、アイテム屋さん、物々交換マンのとこに行きなさい。ですよね、物々交換マン。電気ケーブル、これか。またあったね。どうする、これは電気ケーブルのセット、スーパースピリット洗剤か。これはスーパースピリット洗剤。あ、さっきのコインランドリーに行けと。コインランドリーはどこだ、コインランドリーはどこだ。これはこれ何、わかんない。この人何する人、ミュージシャン。楽譜ならありますよ。落ち着いて、これ演奏できそうだ。あー、いい感じ。いいですね、この音楽を聴きながらここでしばし休むみたいな。コインランドリー、こっち渡って、こっち渡って、ここ何ですか？あ、なんかまたメモリーですね。住人たちは著しく進化しました。初期の時代は単純な AI だったので人間の芸術は真似できませんでした。今はこれ全て彼ら自身のものです。人間は芸術を追い詰められた状況で重要であると言います。確かに追い詰められていました。あー、なんかだいぶメモリーも埋まってきましたけど、よっ、コインランドリー、コインランドリー、コインランドリーはいずこ、この人に聞いてみましょうか。物々交換にはもってこいの日だね。コインランドリー、
コインランドリーはどこですか？看板、看板。スーパースピリットランドリーは上から2番目ってことはこっち。ここかな？あ、これか。これかな？子供みたいなことしないで、気をつけたりしないから。とりあえず上？この人には？ペンキ、ペンキがヒント？上から入るんじゃないですかね。上から入る。猫だから、やっぱりこの上の隙間から入る。ああ、落ちた。落ちちゃいました。あの看板は登れない。こっちは？ここに乗りたい。あれに乗りたい。あれに乗りたいけど、そのためには、こっから回っていく？この上に登って、こっちに乗れる。あーと落ちたー。これ、もう一回上に登って、こっちに、あれ？よっ、いけた。こうやって、で、こっから、こっからどうなんでしょう。これで上に上がっちゃうのか。で、この人たちになんか、するのかな。あ、この人たちに、なんか、こうだ。にゃー。ダメか。びっくり。もっと驚かす。あ、こういうことか。あ、コインランドリー開きましたよ、ドアが。やってしまったって感じですか。これでこの辺から降りれないかな。降りれない。よし。ん？これで。よ、降りて。で、あ、今、掃除してる。今がチャンス。上がらないで。今がチャンスだから。よ。また店の軒先の掃除をする羽目になったよ。もういたずらやめろ、悪ガキめ。これで中に、あ、足跡つけちゃいますけど。これで洗剤をゲットすればいい、ここで。洗剤はどこだ？これか。どうやって取得？これで？よし、洗剤手に入ったぞ。あの人はどこだ？どこでしたっけ？あ、ここじゃない。ここで、あれ？どっちでしたっけ？こっちか。ここで、あ、そうか、ケーブルを先に、ケーブルを
ゲットするためには洗剤を先にこっちに持って行って、これでケーブルをもらって、洗剤持ってきましたよ。よっしゃ、やっと。で、これで、ああ、いいですね、このかける感じが。こっちじゃなかった。これか。よし、持ってきましたよ。電気ケーブル。よし。早っ。もう編み上がる。よし。これで。どこでしたっけ。この向かい側よって言ってた。あ、向こうよって言ってたから、こっちか。ここの、こっか。あ、間違えた。はい。よし。もう大丈夫。開けて。早く開けて。あ、これ、こうか。よし、持ってきましたよ、ポンチョ。これで、どこでこれを見つけたんですか？すごいです。はい、頑張りました。で、試させてください。お、あったかそう。もうグッバイ震えです。作業ができます。ありがとう。必ずあなたのトラッカーを直してみせます。どれどれ、ここをアップデートして、ここをこうして、じゃーん。修理されたトラッカーを入手。できました、おちびさん。探している人をトラックできるといいですね。邪魔しちゃう。よし。かわいい。かわいいですね、本当に。開けて。はい。バーがここだから、どこでしたっけ。これか。トラッカー直してくれる人見つかった？もう直してもらいましたよ、やっと。直ったんだね、すごい。これ、地に持ってきて。ピングの応答があった。パパはまだ生きてるってこと、信じられないよ。トラッカーの指示に従おう。パパが行った場所がわかるかも。
標ですか、どこに向かってるんですか。重そうですよね。しかしこれ本当にいい加減、この子はいつになったら食べれるんでしょうか。餌にありつけるんでしょうか。あー、ここか。何度も間違えたところ。間違いない。パパは本当にスラムを出たんだ。そこは危険だけど僕は真実を知る必要がある。やってみよう。なんだこれ、この中に。え、一人で行くの、一緒に来てくれないの。あ、来てる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 。これでこれは全部ザークの卵だ。きっと僕らを食べちゃうんだ。これ以上僕は進めないよ。あ、やっぱりこれ君みたいに走れないよ。僕だけザークに捕まっちゃう。まあそう言われればそうなんでしょうけど、ほらこのバッジをつけて、君がパパが見たら君は仲間だって分かってくれるから。アウトサイダーバッジ、新しいアイテム入手。僕がドアを開けてあげるよ。ごめんね、もうこれ以上先にはいけない。僕ノロマなんだ。ザークに捕まっちゃう。パパを見つけて、パパを連れ戻してうん、もっと勇気を出すんだしましょう。あーと、デッドエンド。はい、デッドエンド。あー、あー、ちょっといきなり。おびき寄せて下を通る。どうだ。あー、いたいた、突っ込んじゃった。どっちだ、こっち。渡らないとダメ。こっちでしょ。もう、なるほど、勢いをつけるべきだったんですね。
おお。すごいぞ。痛い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 。かわいそう。大丈夫ですか？随分深くに落ちてしまいました。どこかこの辺りのはず。間もなくですね。あー、なんか引きずってますよ。怪我しちゃった？かわいそうに。片足引きずってますけど。片足引きずってるのに。あ、間違えた。落ちた。ここ登れない。こっちか。よし、じゃあこれで。なんか嫌な予感がする。嫌な予感がします。どっちでしょう。うわー、卵いっぱい。これが全部かえったら、ん、ここじゃない。うわぁ、待て、ザークではないな。誰だ。わしのバッジをつけてるではないか。どこで見つけた。わしの息子からもらったのか。ああ、シームズ、賢いやつめ。長い間ここに一人でいる。ディフラクサーのテストのためにここに来た。でもうまくいかなかった。家に帰りたい。泣きたいほど息子に会いたい。家の中は自由に見てくれ。だがどうやってこの場所から抜け出すかはわしには皆目見当がつかない。とりあえずキーボード。ん、爪研ぎは？爪研ぎはさせてもらえない？思い出す。またメモリーですね。人間たちはこんな格好をしていました。彼らは小さくて音をたくさん立てながら走り回っていました。はい、思い出しました。それは子供たちです。子供たちがいるとストリートには活気が出ました。子育ては大変ですが、大人たちは子供を大きな愛情を持って育てました。ドックはシームズに会いたがっています。それも同じことでしょうか。メモリー発見。これ何ですか。おい、そのディフラクサーには気をつけろ。フルチャージでザークどもを紙吹雪のように吹き飛ばせるのだ。この赤ん坊を動作するには 1.21 ジゴワット必要だ。ここでそこまでの電流を起こせるのは家の外にあるジェネレーターだけだ。起動しないな。ヒューズが飛んでるようだ。修理するには外に出なければならない。だが外にはザークどもがいて危険だ。わしは機敏には動け。だがお前ならやれるだろう。そう来るか、やっぱり。お前がジェネレーターのところまで行ってヒューズを取り替えてくれれば、わしがディフラクサーにチャージすることができる。こっちに来なさい。お前がすべきことを教えるから。まあ、とりあえず音楽でも。
さあこのフューズを持っていきなさい、新品だ。ジェネレーター起動時に大きな音が出るからザークに見つかる可能性がある。嫌ですね。お前がジェネレーターを直したらわしがディフラクサーにチャージをして直ちに起動する。このケーブルをたどっていきヒューズを取り替えるだけでいい。その後またここで会おう。グッドラック。待って、ここに、わあ、ここに捕らえた3匹ほどザークがいる。よし、ここからいやな予感しますね。これまた蘇るんでしょ、あの卵が孵化するんでしょうか。ここだ。ヒューズ使う。やばいやばいやばい。よし、戻ってきたぞ。やったー、でかしたぞ。ジェネレーターが直った。ディフラクサーのパワーを見たか。これでここから脱出できるぞ。ちょっと待て、ディフラクサをお前のドローンに装着できるかもしれない。おお、うまくいった。ディフラクサはお前のナイスなドローンにバッチリインストールされたぞ。電源が切れるわけではないが、あまり使いすぎると故障するかもしれん。危険だということは忘れるな。さあ村に戻ろう。村息子よ、もうじき帰るぞ。よし、こいつらに当てることはできないできないか。使い方を教わってないですよまだ。ダークを全部追い払って先に進むぞ。フラックサーを使う。L1 長押し。ははは。あ、なんか、そんなに持続性があるわけじゃないんですね、確かに。待って、じゃあ、ここに、この、こういう、この子たちも。よし。コウコの憂いをなくしていきましょう。なんとすごい効き目だが、思った通りオーバーヒートだな。そうなったら少し冷やすといい。村に着くまでは持つだろう。でもこの道のり結構厳しかったと思うんですけど、スイッチがつかない、電気が通っていない。ドアを開ける方法が何かあるはずだ。これかな。
あ、この上だ。わかったぞ。ということは、これをどかして、ここギリギリまで、もっとギリギリまでどかして、で、ここを、こっちにドラム缶を動かして、あ、まだまだ、もっと。ギリギリまで動かして、で、これで上に上がって、上に上がって、おー、ダクトの中を通っていく。ダメだ、突っ込んじゃった。戻れないですよね。だからさっきのルートで行くしかないと思うんですけど、ちょっとそうか、丸ボタンを押すのはあれか、噛みつかれてるから丸ボタンを押す必要があったんですね。もっと連打する必要がありましたね。さて、ここから、これで、電気を。ああ二人一緒に死んじゃった。こう、オーバーヒートする時間が早いですね。そうか。これ、息子に会うまでの道のり結構大変そうな気がしますけど。オーバーヒートに気をつけて。これ、どうでしょう。あ、しまった。あー、ダメだ。結構難しい。これ以上命はない？なんだ？しっかり誘導して一箇所に固めて。難しいですね。なかなかシビアですね。まあ、いわゆる雰囲気芸の一つだとは思うんですけど、ジャンル、もうちょっと優しくてもいいような気はしますけど。誘導して、こっちは来ないですよね。ああ、ちょっと、あ、しまった、しまった、油断したーっと。一応ゲームオーバーというかリトライはできるので、完全なそのライフ性とかで不正とかではないので、まあ、しかし、このちょっとロードが長いのが、リトライの時のロードがちょっと長めなのが、よっ。これって、
よし、どうだ、まだいます？金、いや大丈夫そうですね。ここは大丈夫。次が今度問題。こっち来い、こっち来い。どうだ、大丈夫、大丈夫、どこ大丈夫。よっしゃ、いけた、乗り切りました。早くシャッター開けて。まだ来るのかな、どうでしょう。嫌な予感。どうですか、受けますか、大丈夫。親子の感動の再会、見れますでしょうか。もう大丈夫か。やったー、感動の再会です。小さな友よ、ドックを救出してくれてありがとう。神仏がもう一人ではなくなりほっとしている。さあこれでザークたちを倒す準備は整った。モモが下水道で待っている。ドックも神仏も嬉しそうですね。私たちいいことをしましたね。そこから先は彼が助けてくれるだろう。ドックとシームスと会話。うん、父さんが帰ってきて嬉しいよ。ドックは、いや、テリー、ロージー、調子はどうだい。お、ビリーじゃないか。息子のシームズを知ってるか。あそこから帰ってこれたのはこいつのおかげなんだ。よっしゃ。はい、じゃあ、じゃあこれで、さあこれ入ってこないようにね。ああじゃあ一応交換屋さん、物々交換屋さんで手に入れられるもの、楽譜、3個。思い出す。住人たちの初期モデル。彼らは人間の真似をする。人間たちのことを恋しく思っているから。みんな良いロボットです。あー、これ欲しかったけど、あ、これは関係ないのか。よし、じゃあこれでここをスラムを後に、どっちだ、こっちか。下水道、
あー、ちょっと あ、閉じられた。シャッター閉じられましたよ、本当に。もう戻れない。よし。あ、呼んでる。準備ができたらボートに乗ってここを脱出しよう。はい。よし、じゃあ行きましょう。これで一区切りですかね。ドッグを見つけてディフラクサを手に入れたなんて信じられない。今度は、ザルトタザール。ああ、そうですね、このモモの仲間を探しに行かないといけないということですね。ああ、なるほど、そういうことか。下水道に来ました。はい、どうだ、このまま進んでいっちゃうんですかねどうなんだろう、話できるかな。なんだか月見悪いところだな。それだけ。主人公の猫ちゃんが仲間の猫たちと再会できるまでもうまだもう少しかかりそうな感じですよね。このモモの仲間を見つけないとこの外に出れないというか、その元いた場所に戻れない。ゲートの開け方がわからない。見てきてくれないか。こうか。はい、最後のチェックポイントから14秒が経過。はい、じゃあとりあえずですね、スラム街は脱出できましたね。はい。ということで、これからモモのお友達を、探しに行く。で、その人を見つけた上で、元のいたところへ戻れるかなっていう感じですかね。そこまでまだもう一つ、二つぐらい、こう、大きな山がありそうな感じです。はい。じゃあですね、お時間もだいぶいい感じになってきましたので、今日の配信はここまでとさせていただきたいと思います。このゲームゲノムという企画での配信なんですけども、この動画の説明欄の方にも書いてありますように、NHK で、もう放送終わったんですけども、ゲームを取り上げた教養番組、ゲームゲノムという放送、番組がありまして、で、その中で取り上げられたゲームを、順番にすべて、配信していこうという企画です。で、もうだいぶ後半の方に来たんですけども、残りあといくつかゲームが残ってまして、そちらの方ですね、何が残ってるかというのはまた、その説明欄の方でご確認いただけるかと思います。過去のプレイリストとですね、照らし合わせて、お楽しみにしていただければと思います。で、すべて一通り終わった段階で、いくつかですね、続きをやりたいなと思うゲームがあるんですね。ワンダと巨像とか、あるいはダークソウルとかって、そういったやつをですね、一周終わった段階で、2周目というか、そういう感じで続きをやっていきたいなと思っておりますので、またよろしければお付き合いくださいませ。で、NHK の、ゲームを取り上げた番組関連で言いますと、昨日の、水曜日ですね、水曜日のクローズアップ現代
というのがゲーム特集でして、で非常にゲーム、このゲームゲノムの企画でも取り上げた This War of Mine とか、なども取り上げた、非常にゲームの良い側面を丁寧に取り上げた番組になってますので、もしですね興味のある方はNHK プラスで1週間再放見逃し配信やってます、無料で見れますので、よろしければそちらもチェックされてみてはいいんじゃないかなと思います。今日私ツイッターの方でツイートしたんですけどね。はい、ということで、次週はですね、エルダースクロールズオンラインの、ユーザーイベント、カジート、またこれも猫つながりっていうか、カジート猫族ですね、オンリー撮影会というイベントがありまして、そちらの中継配信をしますので、このゲームゲノムの配信は一週お休みして、再来週にまた別のゲームで、配信をしたいと思っておりますので、よろしければまた、お付き合いくださいませ。本日はたくさんのコメントもありがとうございました。皆様のコメントがすごく励みになりますし、また、時に攻略の助けにもなりますので、コメントの方もお気軽にいただけましたら幸いです。それでは、今日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また、再来週ですね、別のゲームで、お会いしたいと思います。それでは、この辺で今日の配信は終了とさせていただきます。ありがとうございました。大和田さんですかね。はい、はじめまして、ありがとうございます。